おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日も忘れないで大人になってもやってくよ。前回は未来が港の大人になりましたね。逆だっての。33年後の大人の港に言われた言葉。妹から目を離すなよ。これが何を意味するのか。そんな今回は第3章からやっていきましょう。やっていきましょう。何今の間。なんか面白いこと言おうとしたけど何も思いつかなかった。じゃあとっとと始めろや。この動画を見てくれるみんなを楽しませたかっただけなのに。動画投稿を始めた頃の気持ちは忘れたくないですね。初心、忘るべから忘れないで大人になっても。急に思い出したのか必死だな。やっていきましょう。これは現実かな？夢？うん、戻ってきてますね。未来、僕今どうしてた？え、何のこと？何もしてないよ。そうか、ほんの一瞬だったみたいだな。未来、もう行こうか。うん？第三章。旅立ち。いよいよ冒険が始まりそうなタイトル。これは戻ればいいのかな？あ、ここに出てますね。もうお母さんとの待ち合わせの時間なのか。霊夢お前さ。こっちが本命だったろ。バレたか。あんまコイン気にしすぎるなよ。無理無理。ちょっとした病気だもん。お大事に。じゃあ鏡神社から出ますね。このおっさんまだいるのか。あ、別に会話は変わってなかった。違います違います。エイレンダあるある。33年ぶりに誰かと会いに来たって人だったよな。約束もしてないけど来てみたって言ってた。絶対こちらと関係はあると思うけど。暗くなってきちゃったね。そろそろ母さんとの待ち合わせの時間だな。駅で待ち合わせだよね。うん、じゃあ行こうか。おいおい、また夢か。なかなかの頻度で見るな。とりあえず予知夢パターンと精神世界パターンがあるのは分かった。これはどっちだ？待ち合わせしてる駅ですね。時間帯は現実と同じっぽいな。間もなく電車が参ります。黄色い線の内側に下がって。え、なんだろ。ちょいちょいちょい。誰かの悲鳴？どうなっとんじゃい。なんだ今のは。あ、そうか、今の夢でしたね。これ予知夢パターンでは？この人も話しかけてたな。じゃあこの人が初めてだ。はじめまして。ねえ坊や、鏡神社、ってここで会ってるかしら。もう跡地ですけどね。あらよかったわ。何しろ33年ぶりだから。こっちは初来日だけどな。つうかまた33年ぶりってか。この人も慰霊祭に来たってことか。あ、神社にいたおっさんも慰霊祭目的ではあったのかも。そうだとしたらお母さんとは知り合いっぽいよね。おばさんね、人に会いに来たのよ。でもね、わかってるの。会えるわけがないってことは。普通に考えたら上の人とこの人が会いたがってるのでは？それは違うだろよ。だってそもそも約束だってしてないんだもの。うふふ、変な話でしょ？ほら上の人と全く同じこと言ってる。とりあえず階段登ってみることをおすすめするぞおばさん。はぁ、こんなことをしている暇はなかった。さっきのが予知夢だとしたら嫌な予感がプンプン丸だ。急ぐんだ港。こいつダッシュできねえのかな。コイン、ゲットだぜ。おいこら。あ、お母さんだ。あ、お帰り二人とも。心配したんだぞ母さん。ひとまずは無事そうで安心だぜ。ただいま。どうだった？慰霊祭。うん、そうね。久しぶりに思い出してきたわ。いろんなこと。そっか。さすがの意味深情だ。今日はお兄ちゃんと何してたの？未来。おい未来、喋ったらダメだぞ。
やばい、超喋りそう。これは絶対喋るやつだ。マジか、兄弟の絆を信じてたのに。うんとね。言っちゃいけないの。お兄ちゃん信じてた。あわわわわ。わかる、わかるぞ港。まあいいか。じゃあ帰りましょうね。日帰りで来たんだな。どうしたの、港。なんだか元気ないわね。親父さん亡くなってたしな。無理もないぜ。え、そんなことないよ。そう、ならいいけど。ごほごほ。相変わらず咳込んでるな。お母さんも何かの病気なのかな。多分そうだろうな。大変な人生だな、港。まだ小5なのにな。僕は今日起きたことを思い返していた。いろんなことが起こりすぎて、頭を整理しなくっちゃ。まずここはなんて街なんだっけ。急に出ました選択肢。これそのうち重大なことを選択させられそうだ。まあここは素直に正解を選んでいきましょう。そう、鏡町だ。昔母さんと父さんがいた街。そう、父さんだ。未来と一緒に探したけど。肺の病気で亡くなってましたね。信じられないけど、でもきっと本当だよな。だってお墓もあったんだもん。そうだ、お墓だ。あそこで僕は、何をもらったんだっけ。七不思議ノートですね。きっとこの物語の鍵を握る大事なノート。そう、ノートだ。七不思議ノート。あのノートを読んで、僕は神社に行ったんだ。そして、全く信じられないけど、僕がそこで頼まれたのは、この物語のど真ん中にある目的、未来を変えること。未来を変える、確かにそう言われた。未来を取り返してくれとも言ってたな。過去に行って、未来を変えてくれって、変な夢を見たな。夢、なんだよな、あれ。そう、夢。僕にはずっと気になってることがあるんだ。近頃何度も見るようになった夢、とうとう起きてる時にまで。あの夢は、きっと普通の夢じゃないんだ。だって、見えるはずのないものが見えているから。未来だな。予知夢なのは間違いないぜ。つまりそれは。ちょっと全然関係ないんですけど。なんだよ、いいところで。日暮らしの鳴き声めっちゃ好きなんですよ。あ、わかる。哀愁の象徴ですよね。これは未来が見える。つまりまだ見ていないことが見える。まだ見ていない出来事。そうだ、確かに僕はまだ知らないはずのことを先に夢で見ていた。あの坊主な。ご住職。いや、そんなバカなことがあるはずない。でも。あ、やばい。でもあいつ言ってたよな、未来を変えてくれって。うん、考えるのはいいことだけど視野を広げろ港。このアナウンスはさっき見た。予知夢だ。列車の到着アナウンスに、女性の悲鳴。え、そんなことやっちゃいます？このゲーム。じゃん。じゃん。早速未来の様子がおかしいぜ。まだ見ていない出来事、未来を変えろ。つまり、未来、未来のことが、考えるの一旦やめて港を。兄ちゃん。あ、港のこと呼んでるんだ。ねえ私、なんだか、気持ち悪く。明らかに未来の様子がおかしいぞ。おい港を。ダメだ、頭が痛くなってきたぞ。軽熱出しとる。小5でこ難しいこと考えすぎだ。う。2回目のアナウンス。夢だとこの後に。未来から目を離すな港を。そうだ、それから、最後に何か言われた気がするぞ。それ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 、なんだっけな、ちょっと気になったんだよな。妹から、目を、離すなぁ。妹から目を離すなよ。いや、3回目のアナウンスあるんかい。夢は途中からでしたね。ちょい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 。
しばらく何が起きたのかわからなかった。耳がキーンとなって、頭がしびれたみたいだった。誰かが悲鳴を上げている。だいぶ時間がかかった気がする。それが母さんの声だと気づくまで。助かった？ウェイン、ウェイン。未来泣いてる。よかった。おい君、大丈夫か？お母さんは？大丈夫？怪我は？ないみたいだな。その子は妹かい？本当に危ないところだった。よく助けたな、君。完全にアウトの流れだと思ってました。僕が、助けた？え、違うの？待て待て、お母さんは？心配しすぎでした。今度はお母さんが犠牲パターンを疑ってしまった。ってことはやっぱ港が助けたんだ。未来、大丈夫なの？怪我はないの？未来、どうしたの？顔色が。ママ、なんだか、目が回るよ。そんな、まだ症状は出ないって。本当に病気だったんだ未来。ここまでめちゃくちゃ元気な子だったからな。お医者様にも言われたばかりなのに。未来にも僕にも怪我がないとわかると、母さんはその場にへたり込んだ。僕はそれを見ていたけど、なんだか映画を見ているような気分だった。気がつくと、手のひらにびっしょり汗をかいていた。こっちの手のひらもびっしょりだっつーの。コントローラー拭いとけよ。この光景はさっき見たものだ。そうだ、そうでなければ、とっさには動けなかった。もう間違いない。信じられないけど、僕が見ていたあの夢は。その気になったらぜひ見てほしい。君が持っている、そのノートの最後のページをね。それを読んでその気になったなら、もう一度ここに来てほしい。楽しみに待っているよ。ただし急いでくれ。この船が掘り出されてしまったらチャンスはもうないんだ。僕は震える手で、ようやくカバンからあのノートを取り出した。そんなことしてる場合じゃないことは分かってた。でも、水にはいられなかった。紙を一枚めくるのがこんなに大変だと思ったことはなかった。氷みたいになった指先でようやくページをめくると、そこにはこう書いてあった。もう気づいているだろう。君には未来を見る力がある。その力で救うんだ。君の家族を。